はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦前回続きからやっていきたいと思います。前回の続きといっても昨日は上がっておりません。やってはいたんですが、あまりにもひどいあまりにもひどい試合だったんで、ちょっと非公開とさせていただきました。まあ、希望があればね、一応ね、アップロード時代はしてありますので、公開はしますけど、あまりにもひどい。はい、そんな感じで、前回続きからやっていきたいと思いますね。シャープ18中は、お蔵入りとなります。今日はシャープ19となりますね。現状ですね、オリハルコン4、それから86勝66敗となっておりますね。行きましょうか。今日はいい流れ来てほしいな。ロトソロコンビはもういいんですよ。ロトが倒せないからもういいんですよ。まあ、アンルーシャの方がまだありがたい。はい、対戦よろしくお願いします。順番だな。マームが先来て追撃追撃されちゃったらちょっと厳しいパターンになってきますね。カバーが入らないとね。アンルーシャあたりまでで落とされ、汚いとか落ちる感じだったらありがたいかな。で、意外もっとねモナンハンター自体が出てくるかなと思ったんですけど、まだ数人しか当たってないかな。 PVP においては数えるほどで、個人闘技場の方が結構いるって気がしますけどね。ああ、そっか、始まんないね。メダパに多分今覚えてると思う。混乱焼けつく、メダパにでいいや。メダパに覚えておいてもらって、メダパにです。アンルシアは一回冷めるとかそういうのあったっけ。ああ、終わっちゃった。それから来週の月曜日から才能開花来ますね。ヤンガスとゼシカとククール。 PVP においてはどうなんでしょうね。はい、対戦よろしくお願いします。だからロトソロコンビは行っても勝てないから。あざす、これは勝った。だから このね、昨日のね、そのお蔵入りにあったのも会心なんだよね。会心と三河市なんだよね。あまりにもひどくて。でもこれでさ、3体で落とせないからね、ロト。ほんと困ったもんですよ、これ。で、落とせないもかかわらず、今のスナイプが外れるとかね。ありえんでしょ。ここで落ちてるかどうかね。見た。で、デンデンのファイアブレスでどうかってところですが、150の300。まあそれはね、じゃんけんゲーだからしゃあないとしてもね。会心とかね、三河市とかね、そこで勝負決するのはいかがなものかなと思いますよ。でしか届かないな。こっち右に下がる必要なかったね。ああ、これもここで消しましたね。オートかと思ったけど違うのかな。
で、この調べらんないか、モナーハンターに関しては最初の分岐点でファイヤーのメラ系のあれ取ってる人もいますね。今日の個人闘技場でもいたんですが、どうなんですかね。どんぐらい火力出るんだろうね。まあ今みたいにロドンだけだったらいいかもしれないけどね。だったらマインドなんとかの方がね、マインドショットかの方が有効な相手が多い気がするけどね、心霊とかね。 OK、 2連勝。はい、対戦よろしくお願いします。ロトはダメだっちゅう。これがまず来て反射来て、混乱取れる。そんなまた運ゲーになっちゃう、ね。ロトはダメだって今ので落ちないのが分かったでしょ。 S2 人 A1 人打ち込んで落ちない、 C ランク1人打ち込んで落ちると、これ一緒ですね。こんなそれがきついな。まあロットこの辺来てくれたらいいな。じゃあオーラブレスでカバーできる範囲。これ痛い。落ちるか、これは落ちるな。やっぱロット落ちないわこれで。なんだっけ、落ちんだよ。落ちんだよ何回も喜んだりがっかりしたり、喜んだりがっかりしたりなんだけどね。えもうひどいよ。そこまたいいとこについたな、あなた。これどうしようか、カバーしながら行くか。これだな。ちょっと待って、どっかないか、どっかない。うわ、ないわ。いや、信者寄れるわ。あぶね、寄れるわ。ロトさえかわせばもう OK だから。あぶね、あぶね、あぶね。また頼むぞ、テンションいらんよ。まったく。でロト来てエターナルで落ちるかどうか、落ちるぐらいか。これなあね、まあしゃないね。ギラー来て、これはいけるね。そっか、そういう時はそうしようかな。デスキン時は無理して出る必要ないな、マジで。やべ、次あれ来る、混乱取られるんだよ。大丈夫、 OK。 うざけんな、ラリオなんて何パーと思ってんだよマジで。これなんだよな。 30%だよ。 OK、 OK じゃないから、全然 OK じゃねえから。次ギガクロスブレイクの範囲じゃん。しかも、もう昨日もねそんな感じだったんだよね。半減だよ。そろそろなんだ、落ちるかな。落ちないよ、寝てんじゃん。いや、たまにの一戦ならいいんですよ。昨日ね、5戦ぐらいこれが続いたのよ。こういう感じが。それは 20% だから、たまに5回に1回ってことだからね。5戦に1回なら、許せるじゃないですか。5戦じゃない、5回に1回だよね。
会心引かれまくるわ、三河市引かれまくるわ、10% 引かれるとかね。はい、対戦よろしくお願いします。それじゃちょっとね、勝負としては面白くなくて、これまずいね、これはまずいな。久しぶりだな、ピサロな。あー、これあれだ、あれのカバー入るわけにもいかんわな。カバー入るわけにいかんわ。メダパに持ってるのか、メダパに持ちか。うわー、やる。うわ、戦術最高、マジちゃんとした戦術マジちゃんとした戦術なんだけど、ここにするべきだった。こっち回られる必要ないじゃん。失敗したな。うわ、高いぞ、高い。確かそっちの方がな。いや、混乱で、まあ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 いいでしょう。まだわからん。下の2人さえ残ってればなんとかなるかもしれない。いや、だろうとか無理なんだよな。どっちにしろな、ロートが無理なんだよ。まあまあまあいいでしょう。これ牽制飛んでくるのか。1、2、3。もう戦術的最高だね。素晴らしいわ。素晴らしいわ。2連勝して2連敗。2連勝してもそのうち1つは不戦勝だからね。はい、対戦よろしくお願いします。いやー、ロートが多い。ロートが今ブームなんかな。じゃんけんゲロ負け。これ、これあった。昨日もね、これ霊進撃で会心取られてね、フサナイトが速攻終わる。昨日のデジャブかなこれえ、デジャブかな昨日の。なんか昨日と同じような感じの人の、昨日と同じような感じがします。会心まで一緒っておかしくない。そう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 、そうだそうだ、一緒じゃない。これ打つ手がなくて、そうだ、誰止めるってなったんだ。メダパニとラリフォーとあれで誰止めるってなったんだよ。そうだよ。状態上は3人取れるけどね、こっちのね。違ったかな。
左下じゃなくて右下にしようかな配置。やっぱそうなんだよな、若干こっちが不利なんだよ左下ってね。トータルで見れば。はい、対戦よろしくお願いします。これはいい感じですね、アリーナが当たってない。物理も OK だし、でメタパニだよね、覚えてるね。やっと来たいな。もうアーサレオがもう突っ込んでくんだね絶対ね。ちょっと見たいんだけどな、あれはコーナー取ればいいな。だからこの覚えてる技ちょっと見ておきたいんだな。ああちょっと、ああ大丈夫か、大丈夫だ。であれラリフォーの右ベダパニーのギュメッチじゃなくていいか、落ちる。ウォーター落ちない、ウォーター落ちない。こっち行っちゃう、こっち行っちゃう、ここ行っちゃう。でしょ、これがさ、グーってなんだよね、これが。どっちだ。で、メタパニオッケーだね。メタパニ。ちゃんと見たかったんだよな、メタパニ覚えてるかな、ちゃんと。ちゃんとメタパニかな、メタパニオッケー、ナイス。そして、混乱同士を起こさせないために、真ん中に入る。本当によ。そんなケアまでしないでね。これで当選簿。潔いな、えらい潔いんだけど。え、マジ？全然ダメじゃん。どうしようかな。ゴッド。で下がってワイドに打つか。ね、ツイントルネードショットもうむせるわ、何これね、やると思った。まあいい、ここで確率使っとこう。もうそう思うしかなくないもん、こんなことひどすぎて。あ、ちょっと待って。おお、一応アリーナ討伐に向かってくれたのかな。だけど後ろから矢を放つ。よし。なんかすっきりとした勝ち方ではないんだけど、なんとなくね。まあいいでしょう、泥臭く勝っていこう。はい、対戦よろしくお願いします。お、じゃんけん勝ちですね。素早さが打ち勝っちゃってるかもしれないこれ。だからそれじゃんけん勝ったとは言わない。でもジュリアンテ意外と早いけどね。ジュリアンテでマデスさんが2ターン目で負ける、向こうが勝つかもしれないって感じかな。まあソロもそうか、みなぎる力。あ、やっぱそうか。あ、やっぱそんな感じになりそうだね。ポワン。で、混乱取れれば OK なんで、全然もう。これはもうこれ。で、これは、ここで待とうかな。ゴッドで落ちてくれると嬉しいんですが、どうでしょう。
これでさ、次のターン上行くのが一番ダメなんだよね。行くから、またしかも。これ何来るかな。ああ、そこなんだ。あざすじゃん。で、次、ここで下でカバー入れ。下でカバー入れ。オッケー。もう、そんなカバーましなきゃいけないんだもんな。マジで。次。ここでラリフを入れちゃうか。あ、入らんか。混乱取る、取らなくていいか。ここは取らなくていいんだね。うん、ここは取らなくていいんだ。うん、次カバーした状態で打ち込めばさらにお手軽に倒せるから。OK。次はマデスさん。マデスさんが早くなってくるかどうか。なってないね。OK。いいよ。あー、危ね。あー、そっか、そういうこともできるのか。あ、大丈夫、これは見ましょう。うん、オッケー。もう、怖いわ。マジで。あ、こっちがあるのか。あれ？どこがどう入るの？あ、ちょっと待って。これか。ナイス。オッケー。モナンやめてよ。モナン殴れないかな。これさ、殴るのあってもいいと思わない？味方を殴るあるよね。普通に、うん、殴って起こすっていうのあるよね。ここでね、叩くみたいなのあればいいと思うけど。で、叩くもさ、それで解除できる確率は低くてもいいんだけど、 20% とか 40% でいいんだけどさ。で、突っ込みって技があれば 100%。 んーと、どっか届くとかあんの？ねえ、あ、今俺やったよね、ここで。うん、昔のブラケシリーズあったよね。叩く仲間をさ、攻撃するみたいなやつ。それで起こすでもよくない？で、確率 40% で、突っ込みっていう技だと 100%。はい、対戦よろしくお願いします。なんかさっきと同じ感じになりそうだね。さっきはでもデンデンが取られてなかったからね、強かったけどね。うん、あ、このパターンが一番いい。うん、で、取れないのはおかしいだろよ、もう。なんだよ、そのくだらないの。ここでお返しじゃないからね。痛い。気づきは私だけでした。なんならもう終わっててもよかったぐらいだね。もう完璧じゃん、もうこの攻略の具合が。もう将棋の詰将棋みたいになってるよね。うん、このパーティーを一旦以内に倒せますかみたいな、その感じ。はい、対戦よろしくお願いします。ここはすごいな。友達になりたい。しかもじゃんけんゲロ負け。やだ。友達やだ。じゃんけんゲロ負けじゃん。これはダメでしょ。あの氷河魔人がすげえ気になるんだけど。いいよ、好きにしちゃって。どう攻略するの？
あ、次この子か。次で剥がれちゃうじゃん。そっか。手動だね。会心出んのおかしいだろ。マジでよ。あ、これ休みか。よしよしよし。やるだけやっていくか。うわ、すん。ちょっと待って。え？どうする？あれ休みこうやって、あれ？あれ？サージ倒すの？もしかして？あれ休みないだろう。だってごく稀にじゃない、あれ確か。いや、ふざけんな。あ、でもあれか。あれ、ない、ないっけ？いや、ゴールデンブレスは違うな。神竜だけだもん、だって言ったの。ゼシカはどこで休みになった？いや、右上だったらもう変えよう、配置。やだ。もうずっと負けてんじゃん。ほんとに。ん？こんなんだったっけ？こんなんだったっけ？あれ、こうだっけ？こうか。こんな気がする。ずっと負けてんじゃん。こっちだな、右脳人間ちょっと辛いんだよな、左脳で考えられない人間にとっては辛い。敗退戦よろしくお願いします。ほら、じゃんけん勝った。 OK、 やっけ。とっとこ八つ咲きハム太郎来い、突っ込んでこい。あれは大義物理、焼けつくとかいうの。しかもさ、よく取られんな本当に。さっきのゼシカ休み弱点だから、しゃあないとしても誰が打ったやつだったんだあれ。確率知りたいわ。サージダンスだった気がするんだけどね。違ったかな。ポワン来てくんない？あ、ポワンじゃ耐えらんないか。あ、来るか。あ、耐えれる、ナイス。だからもうおかしいじゃん。なんでなんだよ、80% さ。さっきも取れない。もうまたお蔵入りだよ、これ。今日、2日連続。もうどうしたって言われちゃうよ、てっちゃん。どうしたって。あんなに毎日動画上げてたのにどうしたって。引退かって。引退してないよ。楽しんでるよ。楽しみたいよ。サンドバッグになるためにやってるわけじゃないからさ。はい、楽しくじゃないわ。はい、よろしくお願いします。まあ、これはじゃんけんは一緒だけど相性が良くなかったね。 2-2 で向かってくるからさ。ソロの方だったら良かったわけでしょ、これ。これワンパンでしょ、ワンパンね。ソロだったら垂れたって感じ。うん、そうだな。これ、ね、右が発これ混乱アザスだね。あ、それ強えな。エリギオスがまた輝いてくるかな。ね、混乱ね、これは当たり前だから、80% は当たり前だから。もう何2回連続外すって。これはソロからいきます。ソロから、ここは並べ、ここに来い。あ、来た来た。これどうだ、射程入んねえかね、射程 OK。 でモナンはメタパに覚えてる。あ、メタパに反射じゃん。メタパに反射だ。
あ、これしかも入らない？え、どこが入るの？あなた。うわ、マジか。こっちだな。これこっち。ゴッドにしよう。ゴッド。さすがに落とせるよな。落とせるわ。これくっついとくか。ここでいいわ。しかも。あ、いいんだよな。危ない。もう物理反射かと思っちゃったよ。もう怖いわ。こうくっついとけば、まあエイヤホイしか打てないか。オッケー、ナイス。これはどうすればいいんだっけ。スナイプでいいか。魔法カウントだよな。あの丸見るとちょっと怖くなっちゃうな。物理反射だっけって。OK。 知ってた。いや、モナハンターで落としたいけど、遅延って言われちゃうかな。OK。まあ、今日はかろうじてね、かろうじて出せる動画かなって思っちゃった。いやーもう、80%2 回か。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。